香るエビス、エビスザホップ新発売。香るエビス、エビスザホップ新発売。さんと一緒に何かできたらなっていうのがあって、たまたまなんかそのチームの人が共演する人誰がいるですかみたいなことだったので、はい、一応ヤンさんっていうのを勝手に僕が言ったんですけど、したらヤンさんが思いのほか OK をいただいて。すごいたくさんいろんなアイデアを出してやったんですけど、結局これになったのね。そうですね、こういう形に、ええ、最初はなんかヤンさんがでっかいシンセ持ってきて、サージのシンセ持ってきてやろうかと言ってたんですよ、うん、でね、スピーカー5つ置いて、サラウンドにして、あとドラとかね、そういうのがいいなと思ってやってたんだけど、結局ああいうんだっちゃったね。別に狙ってないよね。何も狙ってないですね。出来上がったものが結構、うん、あ、いいテイクが取れたなっていうのがあって、それが嬉しいよね。そうですね、二度とできないようなやつが取れたのね。そうですね、うん、気持ちよかったですよね、うん、楽しかったね、うん。